先祖供養についてです。先祖供養について解説したいと思います。ひとえに先祖といってもですね、数えきれないぐらいの先祖がいます。先祖は先祖霊として霊界にいます。この先祖霊はこの世で生きている我々と深く関係しています。天国にいる先祖霊は我々にいい影響をもたらしてくれますが、地獄にいる先祖霊は我々のいわば足を引っ張ります。結婚や恋愛運が悪い人は、先祖がその一因となり、色情地獄や血の池地獄に落ちている可能性があります。人間関係で常にトラブルが絶えず、日々争いの中にいる人は、先祖がその一因となり、修羅の地獄に落ちている可能性があります。こんなケースは、自分を救い、先祖を救う救済方法として先祖供養がおすすめです。先祖供養の意義は、自分のルーツに感謝することです。それは先祖のためだけでなく、自分のためにもなるのです。その行為は先祖の冥福を祈り、慰めるものです。先祖が霊界で良い報いを受けるために祈ることです。しかし、天国にいる先祖はすでに霊界で良い待遇を受けているのです。この世の我々よりも幸せな待遇であると言ってもいいですね。幸せな境遇なんですね。我々よりも幸せで良い待遇を受け、レベルの高い生活を送っている先祖霊たちに幸せを祈るのもちょっと変ですね。我々のよりも幸せな日々なんですからね。霊界の上層にいる先祖霊には、崇敬と感謝が大切なんですね。その感謝の気持ちが。救済目的の先祖は、言うなれば地獄に落ちた先祖霊。この霊たちこそ先祖供養の必要があるわけです。先祖供養を行えば、先祖霊がいる霊界が上昇します。例えば、第二地獄中段で日々苦しんでいたのが、我々子孫が先祖供養を行い、その徳で関係する先祖に行き渡り、霊界が改善され、第二地獄上段に上昇します。ちょっと上がるということですね。先祖供養により少しマシな霊界に上がります。これだけでも先祖の苦しみはだいぶ楽になります。仮にこの世での子孫の結婚運がすごく弱かったのが、これで結婚運がすごく弱いわけではない程度まで上昇します。現実的に粘り強く頑張って努力すれば、結婚可能範囲まで上がったりします。やっぱり変わるわけですね。このように先祖の霊界改善で、我々子孫の運にまで影響し改善されます。先祖供養も開運法の一つになるのです。ただし、地獄にいる先祖が先祖供養でいきなり天国にまで上がるのは難しいでしょう。積み重ねで一段一段確実に上がりたいものですね。さて、この先祖供養ですが、子孫の徳によるものなので、先祖自体の努力ではないわけです。だから先祖は霊界が良くなり、さらに安逸し油断しているとですね、また前の霊界に戻ります。これでは一時的で堂々巡りになります。そうならないためにも、先祖供養後、我々子孫はこの世での精進を一層励むべきですね。先祖と子孫はつながっています。その子孫の精進努力の精神は、必ずや先祖に届き、先祖自らが改心し、霊界修行が進んでいくでしょう。先祖供養は先祖の霊界改善の良き転機、そう捉えればいいでしょう。今回は先祖供養でした。